新川は東京都江戸川区を流れる利根川水系の一級河川である。中川と旧江戸川を結ぶ人工河川である。江戸時代には船堀川や行徳川とも呼ばれていた。名所江戸百景、中川口新川は江戸時代に古川の流路を一部変更してできた運河である。古川は古くから ある自然の川で東側は蛇行しており河川交通には不便だった。1590年に徳川家康が江戸に入府すると、1594年に利根川当選事業を開始し、河川の改造を始めた。1600年、関ヶ原の戦いに向かう家康を乗せた船が古川を通過したようであり、その際に座礁したという説もあるらしい。江戸幕府が成立すると、 1629年に三角渡し糸を改作して水路を直線化する工事を行った。最初の目的は行徳園田の塩を江戸に運ぶことだったが、1632年からは貨客船の行徳船が就航し、近郊の農村の野菜や成田山系の客なども運ぶようになった。その後、利根川を経由する航路が整備され、新川を経由し、 尾じ川を通って、江戸に向かうルートは、東北地方の年貢米などが運ばれる水運の大動脈になった。旧江戸川の方が水位が高く無風時に船は、遡れなかったためか、新川の川岸には、味噌、醤油、酒を売る店や、ごったく屋と呼ばれる料理屋ができて、引き船する業者もいて賑わったという。明治時代になると、ト根運河が完成し、蒸気船が運行を始めた。 最初に登場したのは長距離路線で、内国通運会社の通運丸や利根川丸が東京、城市間を1日に往復18時間で結び、成田三系の客に人気となった。しかし1895年に成田山の近くの桜まで総武鉄道が開通すると客を奪われ、1919年に廃止された。次に登場したのは短距離路線で、 通船と呼ばれる小型の乗り合い蒸機船が運航を、初めて、浦安と江東区の高橋の間を往復した。昭和に入ると、荒川放水路が完成し、新川は姿を変えていった。1930年までは、新川は東大島駅の南側にある旧、中川まで流れていたが、西側の約1キロメートルが水没した。1928年に火災橋。 1940年に、浦安橋が完成し、時代は徐々に陸上交通に移っていったが水運は維持され、東に大きく流れを変えた中川と荒川の交流部には、船堀公門が設けられた。これは、同木川公門のほぼ対岸の中津海にあったと言われている。新川は、火西地区を水害から守ってきた存在である。1947年9月に、 関東地方を襲ったカスリーン台風は上流部に大洪水を引き起こし、江戸川区はほぼ全域が浸水した。しかし洪水は新川で食い止められ、火災地区は浸水を免れた。ところが、その後、南関東ガス田の採掘業者が西火災や南火災で1日に2万トンも地下水を汲み上げたためか、急激な地盤沈下が起こり、堤防が危険な状態になってしまった。 1971年9月には、西水門がメーカーの設定ミスや東京都の運営ミス、整備不良により突如開いて異常潮位現象で増水した川の水が一気に流れ込み、約700個が被害を受ける事故が起きた。そのためか、新川は東西の両端を水門で閉鎖し、東水門から増水して、西水門から排水することで水位を低下させ、 一定に保つようにした。新川は、運河としては使用されなくなり、船堀公門も1979年に閉鎖された。1992年から東京都による護岸工事、耐震工事が続いており、新川の地下には、日本初の河川地下駐車場である、新川地下駐車場が作られた。2007年までに新川橋伊の2トルが完成し、 西側区間の工事は2013年まで行われる予定で、さらに江戸川区の新川千本桜計画も進んでいる。この計画は、新川に千本の桜並木を植えて、江戸時代の目標や石積み護岸を再現したテーマパーク的な遊歩道を作り、カフェや地域交流センターを建てて、鳩トバスツアーを誘致するという計画である。2010年に、 新川西水門広場が完成し、モニュメントとして15.5メートルの日の宮倉が建てられた。一方で、計画の予算額は約80億円に及び、上田玲子江戸川区議会議員からは無駄遣い、箱物行政という批判も出たようである。そのためか2011年に見直しが行われ、人道橋と地域交流センターの数が削減された。 新川には2013年現在、大小合わせて14本の橋が架けられている。最も古い橋は1916年に開通した新川橋で、最も大きな橋は自動車専用の新川大橋である。200X 年代に入り、補助線、街路2 9 5号線の延伸に伴い三角橋が架橋され、新川千本桜計画に伴い6本の 歩行者専用の人道橋と広場橋が整備された。今後、新たに補助289号線の延伸と人道橋三本の架橋が予定されている。以下で、新川の橋梁を東から列挙し、人道橋と広場橋をインデントして記載する。ありがとうございます。